この2年間ほどの医療に関しては、もう本当に自民党の先生方、民主党の本当に頑張られたと思うんですよね。官から政治主導になってこられたと思うんですが、お金の額に言うと、マックス3000億で、1年あたり300億なんですよ。多分、お金が問題になってできるわけではないと思うんですが、もうちょっと言いますと、医学部の定員枠を中央政府が統制している国は、先進国では基本的に日本です。医療費の価格も決めてます。でさらに増田さんの時に議論でなかったのは、コメディカルと言われている医療、看護師さん等々、これお金かかるんですね。約アメリカ並みにすれば1兆円単位かかるんです。ここは議論なさらなかったんですが、要するに医療従事者が少ないと何がいけないかって、医療が危険になって医療事故が多くなって患者さんが不利益を得るんです。で、医療費の増の問題、コメディカルの問題、雇用の問題、今のままいくのか、増やさなきゃいけないのか、でそれをどうやって、これまで厚生労働省指導にはうまくいかなかったわけですね。こういうものをどのようにこう長期ビジョンをお考えなのかというのをぜひお伺いしたいんですが。最初に私が申し上げた通りであって、これ雇用の受け皿としては大変重要な課題でもありますので、実は厚生労働省主導でやってこなかったんだとか思ってて、財務省主導で財務省と厚生労働省が緊張関係で対等にやっててくれればこんなことにならなかったのに、どうもここ何年なんでしょうね、10年20年厚生省が財務省の言いなりになってきた、私は弊害だと思っていて、やっぱり医療についてはやっぱりニーズが先だと、ニーズがあればそれに対して金をつけるのは財務省の方の仕事であるという、まず発想を転換させるということから入ると。もちろん先ほどその医療機器の話みたいなところでの減らせる部分は若干はありますけれども、トータルは増えて当たり前なんだという、まずその大前提に立つということを我々はやっていこうというふうに思ってますし、そのために大転換が必要なんだということを申し上げているつもりです。コメディカル、いわゆる医療従事者ですね、看護師さんを含めていろんな専門職の方がおられます。そういった方々はやはりしっかり確保していく、医師不足と合わせて看護師不足も大変深刻な問題ですから、これはやはり確保していきたい。それはやはり診療報酬でそういった方々の重労働になっている、過剰勤務になっているところをですね、やはりしっかり見ていくということが必要だと思います。ただそのためには財源が得るということはございます。それから医療従事者、いわゆる事務補助ですね、医療クラーク、要はそのお医者さんが自分で書くんではなくて、その事務補助者をですね、今回診療報酬の点数で去年も見ましたが、こういったこともできるだけお医者さんの全部任せる、こうかぶせるんじゃなくて、そういった負担をできるだけ分担をしていくということで、それも診療報酬で見ていくということが必要だと思いますから、それはしっかりとやっていきたいというふうに思っております。それとですね、やっぱりこれは医療のことについてですね、財政の視点というのももちろんこれまで大きなポイントってあると思いますが、もう一つやはり私、診療報酬改定をここのところ、ここ具体的なやつは中共ですけれども、政治の場で、プラスマイナスといいますかやっていきますと、一方で保険者、支払い側というのがあるんですね。これは経済界と連合です。そういう皆さんにとってはですね、やっぱり自分の負担が増える、この医療費のなんとか、これはおかしいじゃないかと、本当に中共でけんけんがくがくの議論をやられるんで、やっぱりそういったですね、支払い側の方々もこれまではですね、やっぱり、一つはその医療費が増えていくのは問題だと、いうことを一本だったんですが、ここに来てやはりご理解をいただいてきたというふうに私は思いますから、そういった面もご理解いただきながら、とにかくこの体制を、医療の提供体制を作っていくことと合わせて、やっぱり診療報酬はこれは必ず今回マイネーションでもプラス回答とか来たいと思いますが、上げていくためにも財源を確保し、支払い側の皆さんにもご理解をいただいて、やっぱりいい医療をですね、これを作っていきたいというふうに思っております。じゃあちょっと非常にもっと聞きたいことがあるんですけど、かなり時間がなくなってしまって、でまた何かの形でこれを継続したいと思ってますが、とりあえずこの時点でですね、さっきお約束したんですが、自民党と民主党、かなりちょっと話がこう専門的なところになったところもあるんですが、どちらの方が納得したかということをちょっと聞いた上で、最後に締めを高田さんにやってもらいますので、ちょっと紙を持つ、探す時間がないと思うので、ちょっとキャッシュでいいと思うんですが、まず民主党のですね、説明が納得できたと、の方が納得できたという人、手を挙げていただけますか。それでじゃあ
下ろしてもらって結構です。じゃあ次に自民党 の, なあの話の方が説得性があったということを手を挙げていただけますか。はい、わかりました。なんか同じぐらいに見えたんですけど、あ、どちらも挙げてない、どちらもダメだという人は、あの、分かりにくかったという人は手を挙げてください。まあ同じぐらいですね。まあ本当にもう選挙間近なのにっていう思いもあると思いますけど、最後には高橋さんに。